皆さん、どうもこんにちは。今回はハーバー大学の研究結果などをもとに、がんを抑制する食べ物4選について動画で解説していきます。では行きましょう。まず早速、がんができる仕組みについてでございますが、私たち人間の体は約60兆個もの細胞からできていて、そのうち毎日 1% くらいの細胞がどんどん死んでいきますので、減った分の細胞を細胞分裂によって補う必要がある。要するに1日数千億回もDNA をカリカリとコピーしているわけですが、たまにミスっちゃうわけでございまして、具体的には1日5000回くらいミスる、このミスってできた細胞が癌細胞でございます。そして癌細胞ができると、体内の警察、免疫細胞くんがやってきて、その都度バシバシと退治してくれているわけですが、癌細胞はもともと正常な細胞から発生しますので、ウイルスなんかと違ってちょっと見分けにくい。なのでたまにしれっと生き残った癌細胞ができちゃうわけでございます。もちろんミスってできた癌細胞くんも、自分が生き残るために分裂を繰り返したりとめっちゃ頑張るわけでございまして、この時に自らの細胞を大きくするために使うシステム、それが血管新生でございます。これは文字通り新しい血管を作る我々人間にとって必要不可欠なシステムでございまして、例えば怪我なんかをすると血管新生システムがオンになって、怪我した場所で新しい血管や細胞を作って、傷口をゴリゴリに修復し、傷が治ったら今度は逆に血管新生因子の阻害物質を出して血管新生システムをオフにして、傷が治っためでたしめでたしみたいな仕組みがあるわけでございます。ただここで癌細胞くん考える、この怪我を治すシステムを使えば俺めっちゃ大きくなれるやんとひらめきまして、癌細胞くんは自分の周りの血管新生システムをゴリゴリのオンにしようとするわけでございます。もちろん我々の体からするとそれは困りますので、人間が本来持っている自然治癒力によって血管新生をゴリゴリのオフにしようと頑張って、癌が成長するのを抑えていると考えられているわけなんです。要するに、でっかくなりたい血管新生オン派の癌細胞くんと、そうはさせない血管新生オフ派の免疫細胞くんが日夜戦っていて、この血管新生のバランスが取れていれば、たとえ癌細胞が生まれたとしても死なないわけでございまして、血管新生研究の第一人者として非常に有名なハーバー大学教授ジュラ・フォークマン医師によると、ここまでの状態のことを病気ではない癌と呼んでいるわけでございます。実際にハーバー大学の発表によると、一度も癌と診断されたことがなく、交通事故なんかで亡くなった人を解剖すると、癌の芽、癌の種とも言うべき小さな癌は多くの人に見られるということが分かっておりまして、要するにこの癌の種を成長させないことがめちゃめちゃ大事。ただストレスや運動不足といった何かの拍子で血管新生をオンにしたいねんと癌細胞くんの勢いに負けると、癌が大きく成長して花開いて命を脅かす病気になっちゃうわけでございます。そうなると手術でぶった切るとか、放射線を照射して癌細胞を死滅させる放射線治療、他には癌細胞の血管新生を抑える抗がん剤、血管新生阻害薬を使うといった治療が行われるわけでございます。ただできればそんな怖い思いはしたくないよねと、ここで活躍するのが食べ物でございまして、一部の職員は血管新生をゴリゴリに抑えるということが分かっておりまして、アメリカの研究者ウィリアム・リー医師が作成したグラフによるとこんな感じでございます。ちょっとごちゃごちゃしておりますが、青いのが抗がん剤、黄色いのが一般のお薬、そして赤色が食品でございまして、この横軸のバーが短ければ短いほど血管新生の阻害効果があるみたいな感じで、中には抗がん剤並みに血管新生を抑える食べ物があって、具体的にはニンニク、大豆、ベリー類なんかでございます。もう名前を聞くだけで体に良さそうな雰囲気がムンムンにしていて、何がどういいのかを詳しく解説する必要もないかと思いますが、例えば国立がん研究所が膨大な研究データからがん予防に効果がある食べ物をピラミッド状に並べたデザイナーズフーズがこんな感じでございまして、なんと頂点に輝く食べ物がニンニク、2番手が大豆でございまして、ベリー類はちょっと下の方にありますが、血管新生だけを考えるのであればベリー類が優秀だけど、その他の効果ももろもろ含めるとニンニクと大豆が2トップみたいな感じでございます。
なので、納豆にニンニクを突っ込んで食べると、強烈な匂いで、その後何時間かは、誰でも喋れなくなる代わりに、肝細胞をゴリゴリのせる、匂いムンムンのスター状態が手に入っちゃうわけでございます。あとちなみに、代わり種で言うと、ガンを抑制する食べ物4つ目が、ゴーヤでございます。こいつについては、まだマウス実験が多いんですが、データが優秀すぎて、やたらと注目されている、みたいな感じでございまして、例えば、コロナ大学の研究によると、膵臓がんになっているマウスに、5mg のゴーヤ粉末を溶かした水を、6週間摂取させたところ、摂取していないマウスと比べて、なんと 60% も膵臓がんの増殖を抑えることができたよと発表していたり、他には水で20倍に薄めたゴーヤジュースを4つの膵臓がんの細胞株に投与すると、治療後わずか72時間で2つのがん細胞の生存能力を 90% も削ぎ落とし、別の2つのがん細胞は 98% も死滅させて、その効果がすごかったですよと発表しているわけなんです。この理由については、ゴーヤに含まれる MAP30 というタンパク質が、がん細胞を攻撃するナチュラルキラー細胞を強めに活性化させるため、肺がん、肝臓がん、前立腺がん、咽頭がんといった、がん細胞の増殖を抑えるみたいよと、カンザス大学医療センターが発表しているわけなんです。まあ正直、これを人間が食べて、どれくらい効果があるかは、これからの研究次第かと思いますが、見た目はイボイボで味は苦いという人間に食べさせる気が全くないあのゴーヤには人間が欲しくてたまらない健康成分がたくさん入っていたのねと思いますので、納豆にゴーヤとニンニク突っ込んで健康にスキルを全振りしたおかずを作ると肝細胞をオーバーキルできるかもしれないと、そういうわけでございます。さらにですね、私自身毎日実践している一般的なダイエット法よりも2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画を中瀬の本棚公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味のある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。